ホンダ CB、ホンダホークホークは、ホンダ技研工業が、かつて製造を販売した、排気量 400cc250cc クラスのオートバイで使用されたシリーズ商標である。本モデル以前のホンダ技研工業製 400cc クラスロードスポーツタイプバイクは、1973年から、 空冷4ストロークに気筒2バルブ再 1C エンジンを搭載するドリーム CB360T と1974年から日本国内並びに海外とも排気量 408cc の空冷4ストローク4気筒2バルブ再 1C エンジンを搭載するドリーム CB404 がラインナップされていた。しかし日本では1975年に 自動二輪車運転免許制度改正が実施され、排気量 400cc 以下のみ、運転可能な中型限定が設定されたためドリーム CB4004 は新たに排気量 398cc のモデルを開発する必要が生じた。このために種類のエンジンフレームスペックは元より、日本モデルではカラーバリエーションも追加したため逆にコスト高となる弊害が生じた。また CB360T は、設計が古く陳腐化してきた面もあり、両車を統合し、生産コストを抑えた上で、性能的にも量駕するモデルが要求された。その結果開発されたのが CB400T ホーク2である。特徴的なエンジンは、多数の派生車種を展開するとともにフレームを共用した上で、同一コンセプトのエンジンを搭載する姉妹車として250。 CC モデルもバリエーションに加えられた。なおか社とも CB シリーズの社名をありふられているが、同社ではペットネームであるホークシリーズとして扱う。本校ではベースとなった CB400T ホーク2について解説を行う。カフェレーサー風のドリーム CB4004 から大きく変貌し、丸いガソリンタンク。 アップハンドル厚いロールタックシート短く太いメガホンマフラーなどを装備する。アメリカンタイプともヨーロピアンタイプとも言えない独自のスタイルとした。フレームは後半プレス張り合わせのダイヤモンドフレームを採用する。ほか、キャスター角は27度、トレールは 100mm に設定された。吸気に排気1の3バルブ配置とした。 CB400 手形空冷4ストロークに起動。再一 C エンジンはバランサーを内蔵する内径。X 工程イコール 70.5X50.6 の超ショートストローク設計。電気深角式 CDI 添加を採用する上で圧縮比を9.3に設定。排気量 395cc から最高出力 40PS、9500rpm。 最大トルク3 2 k g ス m 8.000rpm のスペックをマーク。変速機は左足動式5段マニュアルトランスミッションを搭載する。また燃料は強制開閉式 CV 型キャブレター2機により供給。エキゾーストマニホールド並びにマフラーは排気脈動効果から2イントゥ1の集合チャンバーが付いた左右2本出しメガホンタイプを 装着する。サスペンションはフロントがテレスコピック、リアがスイングアーム。タイヤサイズはフロントが 3.60s-19 から 4pr、リアが 4.10s-18 から 4pr と従来の同クラスより幅が太めのサイズを装着する。ホイールはメインテナンスフリートコストダウンの観点から独自の組み立て式。 コムスターホイールが CB750 フォー2に続いて採用された。また大幅なコストダウンの観点から、メーター周辺へのプラスチック多用プレス後半性トップブリッジメインキー、連動ハンドルロックの省略などが実施された。ただしパワーユニットなどの重量物を車体中心部にまとめた集中レイアウトによる安定感ある操縦性から運転しやすいこともあり、 教習車仕様も導入実績がある。本校では 400cc250cc クラス別に解説を行う。CB400T ホーク 2CB400T ホーク2ホークシリーズの基礎となったモデルで1977年5月12日発表、同月25日発売。燃料タンクの形状から夜間の別称を持つ。 1978年3月9日発表同月10日発売でマイナーチェンジを実施燃料タンクを講述するホンダマチック装備車と同じややかどばったタンクに変更し容量を1413リットルに減少リアサスペンションを板バネとオリフィスだけでコントロールしていた減衰力をさらにコイルスプリングとチェックバルグを設けることによってスピードに応じて 可変的な減衰力特性を持たせた f v 級ダンパーに変更した。1980年6月にもカラーリング変更のマイナーチェンジを実施した。CB400T ホンダマチック装備車、ホーク1978年1月25日、発表、発売。四輪車用に開発された3要素一段に承継、全身二足オートマチックトランスミッションの ホンダマチックをドリーム CB750 フォーエアラに続いて搭載したモデル。前述した13リットル燃料タンクを装着するほフホーク2とは以下の相違点がある。CB400N ホーク 3CB400N ホーク3ホンダコレクションホール保存者1978年8月23日発表、同月24日発売。 CB400T ホーク2をベースに CB750 回と同様なヨーロピアンテイストの外装スタイルを取り入れたスーパースポーツモデル以下の変更点がある1979年7月にカラーリング変更のマイナーチェンジを実施した CB400D スーパーホーク31980年7月24日発表同年8月1日発売 1979年以降に運輸省から認可された同社のオートバイは形式名称付与のルールが変更になったため本モデルは NC04 の形式名を持つ事実上 CB400N ォーク3のフルモデルチェンジ車で以下の変更を実施1981年5月にカラーリング変更のマイナーチェンジを実施 1973年から製造を販売されていたドリーム CB250T のフルモデルチェンジという意味合いも持つ。本シリーズでも先代に習い、フレームを共用するほか、搭載するエンジンも3バルブ超ショートストローク設計、電気進角式 CDI 点火、強制開閉式、CV 型キャブレター2機にイントゥ1の集合チャンバーがついた日本出しマフラーの採用も、 400モデルと共通する。同エンジンは圧縮比9.4から最高出力 26PS1500rpm 最大トルク 2.0kgfm 8.500rpm のスペックをマークする。CB250T ホーク CB250TO 収使用1977年7月5日発表発売。 CB400T ホーク2との相違は、前輪はタイヤ幅3.60のまま、小道を18インチに、ダウン並びにスポークホイールを装着する点にある。1978年4月19日発表。同月20日発売でマイナーチェンジを実施。CB400T ホーク2同様の13リットルタンクへの変更、FVQ ダンパーの採用。 ホイールのコムスターホイール化が実施された。なお1979年7月1980年6月にもカラーリング変更に伴うマイナーチェンジを実施した。CB250N ホーク CB250NO 収支用1979年7月20日発表同月21日発売。CB400N ホーク3の 250cc 版であるが、 以下の相違点がある。CB250 なスーパーホーク1980年9月5日発表、同月6日発売。形式名 MC03。CB400D スーパーホーク3の 250cc 版であり、車体外装部品を共通化しているが、以下の相違点がある。CB400T ホーク2はスタイルがや暮ったいという。 評価にもかかわらず、同排気量クラスで当時販売されていた、ヤマハ RD400GX400、スズキ GT380GS400、川崎 KH400Z400 を凌駕する、性能で、ベストセラーとなり、姉妹車種を増やした。しかし1979年に4、気筒 DOHC エンジン搭載モデル川崎 Z。 400FX が発売されると 400CC クラスでは4気筒エンジンがブームとなり販売実績は低下し1980年にはヤマハが XJ400、スズキが GSX400 回で追従さらにすでに生産中止となっていたドリーム CB400 フォーも中古車販売価格が新車価格を上回るプレミアム車となっており スポーツ志向をより強くした CB400D スーパーホーク3を投入しても販売面では苦戦を強いられた。またユーザーや販売サイドからも4気筒車投入の声を求められたこともあり、ホンダ技研工業は効率優先をアピールした2気筒エンジンでの市場回復は難しいと判断し、一度は廃止した 400CC クラス4気筒車の開発に 再び着手。1981年に CBX400 回を発売し、ようやく販売面でトップに返り咲いた。一方 250cc クラスでは、共用するフレームが災いして車重が 180kg、前後と動力面では不利になるもののそれなりの販売実績を誇っていた。しかし、こちらも1978年に鈴木が、 RG250 で1979年に、川崎が Z250FT で1980年に、ヤマハが RZ250 で 250CC クラス専用フレームモデルを発売。このため次第に売り上げが低迷する結果となった。これに対しても1980年の4ストローク、短気筒エンジンを搭載する CB250。 RS や1982年の水冷4、ストローク V 型二気筒エンジンを搭載する VT250 回で 250cc クラス専用フレームモデルの販売を開始。250cc は 400cc のお下がりというイメージを払拭した上で空前のクォーターブームとなった。このような状況から本シリーズは1982年までに生産中止となった。 ありがとうございます。